レゼンテッドバイアズプロデュース、アズプロレディオ。はい、皆さんお元気でしょうか。井浦新太ではありません、井浦俊です。さあ始まりました、井浦俊のアズプロレディオ。ラジオは中学生の時からずっとやりたかったので、念願の夢が叶って嬉しいです。このアズプロレディオですが、まあ、どのくらいの方が聞いてくれていて、そして最後まで聞いてもらえるかがすごく心配ですが、皆さんの貴重なお時間を頂戴しているわけなので、少しでも有意義なラジオにできればいいかなというふうに思っております。はい、それでは初めての方が多いと思うので、簡単な自己紹介からさせてください。名前は井戸の井に浦和の浦と書いて井浦、馬年なので馬編にカタカナでムハタと書いて旬です。旬と呼んでいただければと思います。私はですね、大学卒業後、飲料業界、イベント業界、あとはアパレル業界の仕事を経て、ここだけの話、今とある私立の通信制高校の教員として働いております。通信制高校ではですね、まあ芸能活動とかで働きながら勉強したいという生徒や、人間関係がうまくいかずなかなか中学校に通えなかった生徒、もしくは、まあ、年配の方で高卒の学歴をつけたいという生徒、まあ、いろんな人がいます。なのですごくやりがいを感じて仕事をしております。まあ、その傍ら、休日を使って昨年から、4月からですね、アズプロさんの、声のお仕事をいただいて活動しております。なぜこの、活動をしたのかと言いますと、まあ、学生時代にドラマとかアニメにハマったりとかしてですね、俳優さん声優さんに憧れて、いつか、まあ、こんな方々と一緒に働きたいなと思って、始めておりました。で、意外にもですね、自分の声を褒められたりとか、そういった経験がありまして、昨年から本格的に活動し始めました。このラジオを通じてですね、まあ、こういう人間もいるんだよとか、いつからでも夢を持っていいとか、あとは普段は周りに合わせて生きているけど本当の心の声を上げてもいいんだ、まあ、そういったことが、微力ながら伝わればいいかなと思っております。はい、今悩んでいる皆さんにいつか伝わりますように。アズプロレイディオ、この番組はアズプロデュースほか各社のサポートにより配信してまいります。アズプロレディオプレゼンテッドバイアズプロデュース、教えて井浦先生。はい、このコーナーでは現役の高校教員である井浦俊が普段抱えている皆さんのお悩みを、お答えしていくコーナーになっております。まあ、全然偉そうなことを言えませんですし、あくまでも主観なので参考程度に聞いてもらえたらと思っております。はい、私自身ありがたいことにですね、今まで学生時代から友人とか、あとは社会人になっても同僚とかも含めですね、まあ、相談を受けたりすることが多かったんです。まあ、なので、こんな私がですね、あなたの生活に少しでもお手伝いができればと思いまして、このコーナーを設けさせていただきました。あ、そうそう、私はですね、高校時代心理カウンセラーとか、あとは精神保健福祉になりたかったんですよ。なので、まあ、大学では心理や福祉について勉強していたんです。ところがですね、自分たちの、まあ、先輩あたりがですね、就職氷河期と言われたところで、まあ、とりあえず、まあ、それでもその道を行くかと、まあ、自分のメンタル面と相談して、その先を見据えて模索した結果、あ、そういえば中学時代金八先生に憧れて先生もやってみたいと思った、まあ、そういう原点に立ち返ってですね、あとは、まあ、教授からも教員免許を持った方がいいよというふうに背中を押されたという経緯がありまして、その結果大学3年生になってから急いで2年間で、教職課程を取り、まあ、中学と、まあ、高校のですね、免許を取ったという経緯があります。なので、まあ、人間何があるか分かりませんよね。はい、それでは、本題に入ります。
ペンネーム第4の誕生さんからです。何回生まれ変わってんだろうっていう感じなんですが、はい、次、高校3年生ですが進路先が見つかりません。どうしたらいいでしょうか。まあ、これよく生徒から、まあ、保護者の方からも相談よくあるんですよね。まあ、自分も先ほど言ったように、まあ、計画的にというか、スムーズに、まあ、人生設計をしてきたわけではないので、まあ、気持ちはすごく十分わかります。まあ、結論ですね、まあ、自分に猶予を与えてみる。まあ、今決めなくてもいいよ、時間がまあ解決してくれる時もあるからというふうに言ってます。まあ、ただやりたいことにまあ気づいてないだけかもしれませんので、まあ、そこもまあ探りを入れてみたりします。まあ、例えばですね、過去の経験からまあ休日はどういうふうに過ごしているのとか、あとは自分が没頭できた時間はどんな時かとか、まあ、どういう時にやりがいを感じたのかとか、まあ、そこから自分が喜びを感じる場面はいつか、まあ、そこから該当していく、進路先を探していくと、まあ、見つかるパターン実はあるんですね。でもまあせかしてしまって、まあ、早々に決めてしまうとミスマッチが起きやすくなりますので、まあ、そこは気をつけなければならないんだと思います。まあ、なので、まあ、究極ですね、アルバイトをしながらフリーターとか、まあ、とりあえず大学とか、まあ、専門学校に行ってみるとか、まあ、焦らずに、まあ、少しずつですね猶予を与えながら、自分に、時間を与えながら、まあ、決めていけばいいかなっていうふうに私は思っております。まあ、そこからですね踏み出した先から、まあ、どんな出会いがあるかどうか分かりませんので、まあ、そこから発見があるのかなというふうに私自身思っております。以上、教えて井浦先生のコーナーでした。Presented by As Produce。 ゆらめしや、心の声を聞かせて、ゆらの裏。このコーナーは周りの方々から真面目で誠実そうと言われている井浦俊が、普段心の中で思っていても口に出さないことを少しずつ解放していくコーナーとなっております。私、結構我慢することが多いんですよ。まあ、その場で言ってしまえば、まあ、大概はすっきりすると思うんですけども、まあ、これをこのコーナーを機にですね、心のバルブを開けるんで、きっと共感してもらえるかなというふうに思っております。共感していただけたら幸いです。それでは行きましょう。今回はこの出来事。リア充嫌いからとっさの行動。はい、私ですね、先ほど申し上げました通り、大学を卒業してから、飲料業界で働いておりました。で、飲料水の、自動販売機の補充をしていた時の話なんですが、まあ、当時ですね、某テーマパークに出向しておりまして、園内の自動販売機の補充をしていたんですね。で、某テーマパークの自販機なのですね、夏場とかイベントがあるとめちゃくちゃ売れんすよね。で、自販機の構造上、まあ、見張れるところにずっといて見ているんですけども、まあ、補充しても補充してもなくなってしまうんですよ。で、なくなったらですね、もう近くにあるバックヤードに急いで駆け込んで、それをちょっと台車に積んで隠しながら飲料水を運んでいく、まあ、こういうことをどんどん繰り返していくわけです。で、まあ、運んできていると時にですね、ちょっと戻ってみると、あの開店前のパチンコみたいにですね、めっちゃ列ができてるんですよ。それで見ると、まあ関係ないですけど、まあ、並んでいるお客さんのほとんどがリア充なんですよね。カップルばっかりなんですよ。
もうちょっとイライラしてきちゃって、まあ、こんな暑い中俺一人で死にそうになりながら頑張ってるんだぞと思いながらですね、まあ、近くに炭酸飲料があったので、まあ、それをバレないようにですねめちゃくちゃ振ってですねそのまま補充してやりました。はい、案の定ですねキャップを開けた時にですね内容物が吹き上がっていく様をですね遠目で見ていて、まあ、ストレス発散していました。はい、ということでゆらめしや、まあこれ単にいたずらですよね。まあ大人げないっていう感じだと思うんですけども、まあでもまああらかじめですね炭酸飲料は私が、まあ、振らなかったとしても自販機の構造上、まあ、吹き上がりますので、まあ事故として処理できるわけですよね。まあ、そういう時もありました。はい、まあ、本当に被害に遭われた方すみません。その時の勢いでやってしまいました。深くお詫び申し上げます。まあ、一応対処法なんですけども、まあ、炭酸水は地面や平面の場所に置いて、まあ、横に寝かした状態でしばらくコロコロとするとですね吹き上がりが収まるみたいです。まあ、自販機での購入、まあ、持ち運びの際ですね、まあ、衝撃で落としちゃったみたいな時はですね飲む前に少しコロコロして開封してはいかがでしょうか。まあ、何のフォローにもなっていないと思いますが、以上ゆらめしや心の声を聞かせてゆらの裏のコーナーでした。プレゼンテッドバイアズプロデュース。はい、いかがだったでしょうか。はい、で私の方からですね最後なんですが、告知の方をさせてください。まず一つ目なんですが、アニメ新日本ヒストリーの本編第47話で出演しました特兵役で、私が出ていますスピンオフ偉人さん答えてちょうだいがですね今 YouTube にて公開されております。ぜひ、ご覧いただければ嬉しいです。2つ目ですね、4月の2日土曜日にですねアズプロ映画祭に参加します。まだ詳しい内容は言えませんがですね私が出演した短編映画47の妖怪たちの上映会&舞台挨拶をですね行ってまいります。まあ、コロナ禍ではありますがですね事前予約をしていただき、まあ、ご都合が合う方はぜひ会場まで会いに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。アズプロレイディオ、この番組はアズプロデュースほか各社のサポートにより配信いたしました。Presented by アズプロデュース。